今日はジョブモードオンラインセミナーの心理のパートということでお時間をいただきました。心理の業務についてこれから簡単にお話をしていきたいと思います。心理の関わる領域が、この岩手県の業務の中でどういうところに位置づけられているかということで、岩手県の方で岩手県民計画ということで目標のようなのを定めてみました。で、その中で、2つ、復興推進と、あとは政策推進というところで目標を掲げているんですけれども、審議がその中でどういった議論を見ましているかというと、復興推進に関しては、より良い復興の推進のための4つの柱というのがあるんですね。その4つのうちの暮らしの再建というところに関して、例えば、きめ細かな保健活動や心のケアというところだったり、あとは、児童の履歴では、保護を必要とする子どもの養育支援というところが、目標として掲げられていたりします。あとは、もう一つの政策推進に関してのところは、10個政策分野があるということなんですが、そのうちの2つ、健康予化、心の健康づくりだったり、自殺対策といったところになりますね。あとは、家族子育てに関しての、子どもが健やかに成長できる環境の整備といったところに、飲食が関わっているというふうになります。ではですね、その他、県職員として採用された心理職が配属される主な職場、業務について簡単にお話ししていきますが、まずですね、児童相談所があります。こちら、県内3カ所、盛岡、一関、宮古ということでありまして、主な業務としては、児童及び家族の相談支援ということで、この結構大きいところになっているのが、療育手帳、知的な障害のある方のお子さんですね、という手帳があるんですが、そちらの判定なども含んだ相談支援というものを行っています。また、後ほど児童相談所については詳しくお話しします。あとはですね、精神保健福祉センターというような配属先もあります。こちらはですね、精神保健に関わるような相談対応であったり、あとは精神保健に関わる事業の推進などを行っているような場所になります。主にその事業が自殺対策であったり、引きこもり対策であったり、あとは依存症対策などであったり、なので、その当事者の方のお話し会なども運営していたり、あとは家族教室などもやっているようです。そして、あと、三つ目に載せていたのが、知的障害者更生相談所ということで、先ほど、お子さんの療育手帳判定が児相の結構大きいところ、心理士の業務ですとお話ししたんですけれども、児童相談所を18歳まで、18歳未満ですね、まだ関わらない、18歳を超えた方で、知的な障害をお持ちの方、療育手帳の判定が必要な方は、こちらの方で相談、判定を行っております。あとはその他にも、心理学的判定などの情報提供ということで、何か関係機関にこう検査であったり、いろんな情報を提供するような業務も行っているということです。で、ちなみにですね、でもこの盛岡の児童相談所と、この精神保健福祉センターと、あとは知的障害者更生相談所については、岩手県福祉総合相談センター、同じ建物の中に入っている機関になります。そして、次のスライドについてですね、その他の配属先としては、身体障害者更生相談所という場所があります。先ほどは知的障害ということでした。こちらが身体障害者の相談、判定などを行っている部門になりまして、身体障害者手帳の交付人であったり、あとは補装具といって、体に障害がある方が生活しやすくするためのこういろんな補装具というものがあるんですが、そちらがこうどのようなものが適しているかというのを判定したりするような、公からお金が出るものなので、そういった判定をこちらで行っています。あとは自立支援医療といってね、通院のところでのこうお金が、補助が出るようなところの利用ができるかの判定も行っているということです。こちらの建物は、所属は岩手県福祉総合相談センターなんですが、矢巾駐在といってですね、岩手県の県立療育センターというところがあるんですが、そこに場所としてはある機関になります。
あとは、その他にですね、児童自立支援施設といって、岩手県では都領学園という名前なんですけれども、非行などの問題が起きてしまったお子さんが入所して、それがまた問題解決につながるような自立支援をサポートするというような施設があるんですが、そこでのお子さんへの生活指導だったり、スポーツ指導、野球をやったりですね、あとは作業指導といって、農業をやったりとか、そういったような活動もやることはあります。あと、ここに書いてある他にもですね、県庁の中、行政職として働く方もいますし、同じく広域振興局で行政職だったり、そういったところで働く方もいますし、今、現在ですと、総務事務センターというところで、岩手県職員の方の心のケアの部分をこう担うようなところに配属されている心理職もいますし、岩手県立大学の方にも学生相談として従事しているような県の心理職もいます。はい。ということで、かなり、勤め先としてはたくさんあります。児童相談所について、今日は、多くお話ししたいなと思いますし、あとはですね、心理職として採用された場合、かなり多くの方が児童相談所に配属されることが多いと思いますので、はい、そういった意味でも児童相談所、ちょっと焦点を当ててお話ししたいと思います。はい、児童相談所、どんなところかというところからお話しすればですね、児童福祉法に基づいて設置されている場所になります。どんな業務を行っているかといいますと、お子さんに関する問題について、家庭その他からの相談に応じるということで、子どもと家庭について調査を行ったり、判定を実施したり、指導をしたりというようなこともあります。その中で、寝具アセスメントということで行ったりしますね。あとは、児童相談所はですね、何かお家で暮らせない理由があったりするお子さんたちを、里親さんにお願いしたりとか、あとは児童福祉施設に入所してもらったりとか、そういうようなこともありますので、そういったところの判断をするような役割もありますし、あとは子どもの一時保護ですね、お家に暮らす、安全で暮らせないような状況になったときに、一時的に児童相談所でお子さんをお預かりするということもあります。あとは、5つ目は、岩手県大変広いので、巡回相談も行っています。主には心理の方での療育手帳の判定のための巡回相談ですけれども、こちらから遠方の方まで出向いて、こちら、盛岡まで来れない方ですね、の判定をするような機会も結構多くあります。はい。主にこういったような業務を行っているんですが、はい。県内児童相談所3カ所ありますとお話しましたけれども、岩手県大変広いです。この地図に載せさせていただいたんですけれども、岩手県の福祉総合相談センター、盛岡の児童相談所にあたるところは、これだけの数の市町村ですね、黄色く塗ってあるところを、管轄しています。で、宮古児童相談所はこのピンク色に塗ってあるところ。一関児童相談所は、緑色ですね、塗ってあるところが管轄の地区となっております。こちらに載っている人口はちょっとデータとしては令和3年のものなので少し古いんですけれども、こちら参考にしたのは令和4年度版の業務概要というようなものが岩手県のホームページに載ってますので、そちらの方でどんな業務をどれぐらい児童相談所で請け負ってるかなというようなことも載ってますので、ご興味があれば見ていただければと思います。はい。そして、続いて、盛岡の児童相談所である岩手県福祉総合相談センターですね。先ほどご紹介した福祉総合相談センターの中に盛岡の児童相談所ありますが、ちょっと写真がちっちゃくて恐縮なんですけれども、この建物の中には県の機関の他にも様々な福祉関係の相談機関なども入っている複合的な相談機関になっています。じゃあ、児童心理士としてどんな仕事をしているのかなというのをお話ししていきますと、まず、児童心理士の役割としては、こちらに書いてある通り、大きく分ければ心理アセスメントの部分と、あとは介入という、ね、言い方をしたりしますけれども、実際に支援を行っていくっていうようなことが大きな役割になってきます。で、心理アセスメントというと、皆さんなんとなくイメージがつくかなと思うんですが、心理検査を行ったり、
あとは行動観察を行ったり。もちろん、お子さんだけではなくて、保護者さんとも面接をして、保護者さんのアセスメントをしていったりすることもあります。そして、介入というとね、心理療法、カウンセリングということで、こちらは、それぞれの得意分野もあったりしますが、いろいろな方法を使いながら行っています。簡単にご紹介しますと、心理検査はですね、アセスメントの際、ここにあるような道具をいろいろ使って検査していくんですけれども、多く使うのは知能検査が一番多いかなと思います。療育手帳の判定もありますし、あとは一時保護中のお子さんをね、アセスメントするときにもよく使います。ここ使うのがこの写真にあるリスク4がよく使うかなと思いますし、あとは、療育手帳判定の時は、田中美年式の知能検査を使うようなことも多いです。その他に、アセスメントの面で、性格検査だったり、あとは、そうですね、今よく使うのはトラウマについてのアセスメントの検査だったりとか、そういったものも使ったりします。あとは、お子さんをね、こちらはアセスメントすることも多いので、紙を使った質問紙だけではなくて、描画を使ったりとか、そういったような形でアセスメントすることも多くあります。あとは、介入についてですけれども、介入の方法、それぞれね、皆さんの得意領域もあると思うんですけれども、例えば、面接という形でカウンセリングとか、あとは何かこう、ワークブックなんかを使いながら、認知行動療法的に介入していくっていうこともありますし、こちらのスライドでご紹介しているように、プレイルームというものが、福祉総合相談センターにはあるので、そこでお子さんにプレイセラピーとして、遊んでもらいながら、もちろん行動観察としてやることもありますし、治療的な意味合いでやることもあります。じゃあ皆さん、ご覧になったことありますかね。箱庭療法というもの。箱庭のセットもありますので、この、フィギュアと言われるようなね、人形とかを使いながら、ここに、箱庭に置いてもらって、それをアセスメントに使うこともありますし、やっぱりこちらも治療介入として使うようなこともあります。あとは最後にですね、児童心理士のこう業務のイメージをしてもらいやすくするために、一日の業務の一、あ、まあ、あくまで一例ですが、挙げさせてもらいました。で、結構若手の頃と少し中堅になってくると、また働き方も少し変わってくるかなと思ったので、両方ご紹介できればと思うんですが、まず若手の児童心理士の頃はですね、割と大きい部分がですね、療育手帳の判定という業務になります。先ほどもご紹介していた知的障害をお持ちのお子さんが持てる手帳というものがあるんですが、そちらが使えるかどうかということで検査を行ったり、保護者さんからの聴取、聞き取りを行ったりということで、そういったところの判定がかなり大きな部分を占めるかなと思います。それとプラスして、もちろん一般の普通の相談も来ますので、相談ケースを自分で持って、福祉士さんと一緒に面接をね、行ったり、それぞれ部屋を分かれて、保護者さん担当とは福祉士さん、子ども担当は心理士みたいに分かれてお話しすることもあります。あとは、一時保護になったお子さんを担当として持って、その候補をアセスメントするような面接を行うことももちろんありますし、あとはですね、私も若手の頃やっていたんですけれども、児童指導員というのが児童相談所の中にはいるんですけど、一時保護中のお子さんの生活支援をするような役割なんですが、心理士と兼務して、そのような業務を担うことも若手の頃はあるかもしれません。で、あとは、中堅になってくると、少し、保護者さんとの関わりは増えてくるかなと思います。もちろん、若手の頃も保護者さんの相談を聞いたりという機会はあるんですけれども、中堅になってくると、こうペアレントトレーニング。保護者さんが子供にこうどうしつけを行うかとか、どう関わるか、そういったところについて、いろんなロールプレイをしながら学んでいくような会があって、そんなものをこう実際に保護者さんに受けてもらったりとか、そういった機会は中堅になると増えてくるかなと思います。あとはですね、いろんなケースを多分担当することになったりするので、施設に入っているお子さん、
里親さんに委託されているお子さん、いわゆる措置児童と呼ばれるんですけれども、そういったお子さんのところに訪問で面接を行うとか、あとは、やっぱり来てもらって面接を行うってことも、一時保護中のお子さんの面接を行うってこともあります。はい。ということで、だんだん中堅になってくると、里親さんとか、施設の職員さんとか、保護者さんとか、子供だけじゃなく、多くの人と関わったり、場合によっては関係機関ですね、学校さんとか、あとは市町村の方とか、そういったところとも関わって、協力しながらお子さんの支援をしていくっていうような機会も増えるかなと思います。ということで、ざっくり、主に児童相談所の紹介にはなってしまいましたけれども、心理職としてこのような業務がありますというご紹介でした。健職員の心理職って、一番最初にお示ししたような、県が目指す姿とか、あとは場合によっては国が目指す姿とか、そういったことに業務を通じて貢献するよっていうような、県職員っていう側面と、あとは本当に目の前の相談の支援のために自分の専門知識を生かしてっていうような心理専門職としての側面と両方あって、両方がやっぱりやりがいも達成感もあるというところが、公務員ならではのおすすめポイントかなとも思ったりします。ぜひ皆さん今日ご覧いただいて興味を持っていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。